まあちょっとぐらい殴られても世話になってんだし仕方ねえな。その後試合に出ないことを伝えて先輩とも仲直りだぜ。あれ山本、昼飯食べないの？食わねえならランボさんに食わせろ。またおめえか。悪い、ちょっと用事があってな。食べないってどうしたの山本？ついに鉄道の呼び出しか。こんな真っ昼間からか。想像に任しとくぜ。どうぞ。別に死んでも構わねえが劇には絶対出ろよ。十代目の晴れ舞台に穴開けんな。おう、死んだら出れねえけどな。ランボさん、死んでも化けて出るもんね。黙れアホ牛。みんな、まあ、いいだろう。ただし、ちゃんと台本読んどけよ。おう、じゃあな。お前らも昼飯にそっか。お前らって、うわあ、な、夏の子分たち。冬の子分たちはこんなに健康に育ったんだ。坂松先輩、もう来てたんすか？こんにちはっす。おう、悪いな、わざわざ呼び出して。わかってます、俺、殴られるのを覚悟してますから。やっちゃってください。何勘違いしてるんだよ、山本。なんか俺、おかしいこと言いました？そんな話じゃないんだ。そりゃ先発で出られないことには複雑な気持ちもある。でもな、でも他の誰でもなく、お前が先発なら俺はエールを送る。エール？そんなに驚くことはない。俺はお前を優秀な選手として見込んでる。だからお前に俺の全てを仕込んできた。はい。俺はお前を応援してるんだ。お前の先発を心から祝福する。俺の分まで頼んだぞ、山本。はい。俺はお前の成長が嬉しいぞ。坂松先輩。おう、待たせて悪いな。早くしろ、野球バカ。ただでさえ遅れてんだからな。稽古行くぞ、稽古。ランボさんも行くんだもんね。おめえは黙ってろ。わい、悪い悪い、部活が長引いちまってよ。じゃ、行こうぜ。熱心だな。
熱心だぞ。ピーピン一番、一番熱心。こいつはまたシャシャリ出てきやがったな。え、ランボ君ならこっちにいるけど。なんだと。ランボさんの前にランボさんがいる。ランボって双子だったのか。ござるもんね。苦しすぎるぜ。なんかそっちのランボくんって和風な感じだね。ランボさんは双子じゃないもんね。誰だお前は。おいおい、兄弟仲良くしろよ。彼はその道のエキスパート、変装名人くんだ。変装名人くん？すごい！本物のランボくんかと思った。本当にすげえよ。ランボの双子だと思ったぜ。さすがは変装名人くんだな。俺にはジャパニーズ忍者に見えるんだけど。すげえじゃねえか変装名人。10代目に変装の指導してくれよ。おい待て変装名人。変装名人君もなかなかの照れ屋さんだな。絶対に違うと思うけど。そう、あの変装名人とっ捕まえて10代目の変装教官を頼めないっすかね。やつもなかなか照れ屋さんだからな。すっげえ変装だったぜ。まるで本物だ。少しは疑おうよみんな。待てよ、変装名人に俺に変装してもらえば俺として劇に参加できるじゃねえか。山本、なんで急に一人でガッツポーズなんか決めてんの？なんでもねえって。大丈夫かこいつ。